ちは。さっきはパン屋さんで、なんて言うんでしたっけ、ツイストドーナツ買って食べたんですけど、美味しかったです。小学校の時の給食に出た揚げパンを思い出しました。揚げパンが出るとすごく嬉しかったですね。あんまりね、パンが好きじゃなくて、給食の時に出た。僕どっちかというとご飯とかが好きなんで、ご飯ね、あんまり出ないんですよね、給食にね。やっぱコッペパン、あれがやっぱ必ず出て、それでね、余ったパンとかもらったりとか、あと自分の、そうだ、俺自分の食べるはずのパンを半分ぐらい残して、帰りに帰り道に犬がいて、まあ、他の家が飼ってる犬なんですけど、犬にねあげてたの毎日。で、僕がね行くとねくれると思って、すごい喜んで、してパンあげると喜んですっごい食べるんですよ。でもね、なんか餌あげすぎて、僕も含めて友達とかもあげてたんで、餌あげすぎてなんか病気になっちゃって、犬。ある時ね、張り紙があってね、いつも餌くれてありがとうみたいな感じだったんですけど、でもね、餌ね、あげすぎてね、病気になっちゃったから、これからあげないでね、みたいなのが、こう書いててね、とか思ってね、ちょっとね、ショックでしたね。餌あげすぎたら病気になるんだ、知らなくて。学校のね、給食に出たコッペパンね、たくさんあげてて、犬喜んで食べてたからいいのかなと思ってたんですけど、黒い犬でしたけどね、可愛かったですね。毎日寄って頭撫でてパンあげて大喜びみたいな。はい、でですね、今日はですね、給食は関係ないですね。シンバル、今日こっちにもシンバルがあるんですけど、シンバルを打つフィルなんですが、まあ、ちょっとね、エクササイズ的なことをやります。これです。まあ、いきなりポーンとやっても、何ですかってなっちゃうと思うんですけど、ちょっとリズム入れると分かりやすいかな。はい、5個で打ってるんですね。じゃたたたた、12345123451234511じゃん。一拍ずつ取ると、じゃたたた、じゃたたた、たたじゃた、たたたじゃってなって、右手と左手がシンバルに交互に行くので、見た目的にもね、かっこいいんですね。さらっとやっちゃえば別にトリッキーな感じもしないですよね。はい。で、左手でシンバル打つ練習にもなるかなと。慣れてない人。あと、ハイハットも踏んじゃったりすると、4way の練習にもなりますし、まあ当然、ちょっとエクササイズっぽいっちゃエクササイズっぽいですけど、まあフィルとして使っても全然おかしくない。はい。でですね、じゃあついでに今、オルタネートスティッキングなんですけど、手順を変えて、二つほど。右、左、右、右、左。まあ、アクセントを左手ちょっと、例えば、入れたりとか、まあ、全部でかい音でも、いいんですけど、全部小さい音にすると、こうなりますけど、どうしましょうね。まあいいや、まあ手順だけ
参考にして左手は自由に。カツンって今引っかかりましたね。ちょっとスネア高いかなって思ってたんですけど、いいよ。これどうかな。はい。右左ですね。それともう一個あります。右左。最後、ジャジャーンってなるところが、右ってなっちゃうんですけど。右左っていうちょっと変則技もありかもしれないですね。まあ、あと、食っちゃうとかそのまんま。まあ、食っちゃうというか、食う必要があるときはね、今みたいにやってもいいのかなと思うんですけど、まあ、あとは手順混ぜてみたりとか、右。あとは、違う手順で、右左。こんなのもありますね。はい。練習してみてください。ありがとうございました。はい、ドラムを始めて間もない方へのドラム1分間レッスン。わーい。ヒューヒュー。今日ですね、シンバルがこっちに1個あるので、こっち側のシンバル叩くとき、じゃーんじゃなくて、ちょっと手首うまく使って。じゃ極端にやりますよ。ちょっと裏剣気味に、思いっきり裏剣でもいいんですけど、僕はね、ちょっとこういう感じ、ワイパーみたいに、こっからこうみたいな感じで叩きますね。裏剣だと、裏剣って言わないか。まあ、こうなりますけど、ワイパーを、右にピョンみたいな。こうじゃなくて。はい。僕が昔ドラム始めたばっかりの頃にですね、ドラムマガジンに書いてました。フロアタブもね、こっからピョン、手首でピョンみたいな。こうじゃなくて、こうじゃなくて、こう。はい。参考になさってください。ありがとうございました。